がとで、はい、今週も土曜日、何ですか、テンション上げてきましたよ、テンション上げてきました、今週も土曜日になりました、はい、今週も土曜日、毎週も毎週土曜日チャンネル、チャンネルではない、チャンネルどうも、深田流星と山本瀬です、はい、テンションちょっとおかしいんですけど、ここの寒暖差だいぶひどいよ、怖え、怖くねえ、怖えよ、はい、あれ、はい、間違えちゃった、間違えたはなくない、何を間違えた、深田流星です、ああ、さっき身長差これバレちゃうけど、はい、大丈夫ですか、ごめんなさい鏡でね、いつも檜山くんが覚えてくれてます、やっぱり好きなんで、俺のことはっきりね、はい、でね、今日は2人のね、呼び名、ああ、はいはいはい、決めたいと思います、それは重要、はい、何ですか、何がいいですか、何がいい、何がいいかな、募集しますか、募集でいいんじゃない、あ、もう募集したい、一番いいやつね、決めようじゃなくて決めたいだね、もうこの子が、ひや、ひやふか、個性流星あたりだよね、みんな言ってるのが、個性流星なんかいなくなっちゃった、あ、終わりますか、いいですか、不真面目な檜山康生という、現地の俺は真面目で、土曜日チャンネルなんか檜山くんやる気ないんで俺だけで出ます、ふざけんな、やるわ、はい、俺もう前髪パッカンで申し訳がございます、セミ男です、セミ男、ちょっとね、失敗しちゃったんだよね、失敗パッカンしすぎたまずちょっと髪型の話しました、まず髪の毛を失敗しました、僕は見てください、ちょっと長すぎたんで前切ったんですけど、はい、見てほしいのがここなんですよね、もともと僕ちょっとツーブロしててそれを直してたんですけどないんすよ、ツーブロにしてたのに直してたの、ツーブロを戻し合ってて直そうとしたのね、そうここ直したらちょっとマジここがここまでしかなくてここからストーンってなってるの伝わらないんだよこれ本当にね、ちょっとね、俺にかぶってくるな俺にかぶってくるな、やりすぎちゃったっていうか、なんていうか失敗したんで、で失敗しましたよ、檜山くん、はい、どうしましょう、どうもできません、ツーブロ今だいぶ伸びたんだよね、ちょっと前ツーブロでしたよね、ツーブロなんだけどね、ちょっと髪に行くのがめんどくさくなっちゃった、髪に行くって何ですか、髪を切りに行く、あ、ちゃんと言ってくんないとわかんないですよね、ちょっとロレツがね、今日はロレツもちょっと言えてなかったですめざましじゃんけんじゃんけんぽん、僕たちは初級を出しました、檜山康生です、少年忍者のリア恋枠を狙っています、深田流星です、時がおしゃべりです、12月も全力前進。